はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。今日はね、魚ね、鮭ずっとね、焼いてなかったんでね、食べたいなと思ってたんでね、鮭と、あと寒かったんで肉豆腐、また簡単なやつね、作って、今日はこれで宅飲み晩酌していきたいと思います。あともう一個はね、つくね、これセブンイレブンさんのつくねですね、また後で紹介しますけども、これで今日は晩酌やっていきたいと思います。では、よいしょ、飲み物は、朝日さんのドライゼロ、いつものね、ノンアル、これにまた焼酎入れてシュワシュワでいきたいと思います。よいしょ、で、焼酎はね、よいしょ、大五郎ね、大五郎、これを小分けにして持ってきてる、よいしょ、これね、小分けにして持ってきてるんで、これを注いで、ちょっと斜めにちょっといいかな、軽くかき混ぜてね。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。富士山はピンボケかな。今日はもう寒くてね、もうジージャン着てます。もうジージャン着て飲んでます。もう灯油の残りがね、少なくて、ちょっとね、灯油温存してて、ちょっとさっきストーブつけたところなんですけども、ちょっと寒くてね、風邪ひくと困るんで、全然もうね、桜も咲いてるっていうのにね、もう寒くてね、今日も13度とか14度とか、そのぐらいじゃなかったのかな。曇り空でね、ずっと寒かったんで、もうどう、今年の夏冷夏とかになるのかな。なんかすごい寒いっすよ。ではまずはね、食べたかった鮭からいこうかな。骨取ってね、もう一人暮らしになってからね、お魚焼くこともあんまなくてね、朝一人だとご飯食べないな、朝ご飯食べないんで、なんでね、しばらく食べてなかったんでね、すごい食べたかったんですよ。前はね、父も母も元気だった頃は、朝ご飯にね、毎日魚焼いてね、ご飯も炊いて、で軽くね、朝ごはん食べてたんですけどもね、なんたってもう一人っぽっちになっちゃったもんでね、よいしょ、なかなか朝ごはん作って食べたりしないんで。鮭、うちはこれ鮭っていうとね、銀鮭ですね。うちは銀鮭食べてますね。紅鮭じゃなくて銀鮭ね。いや本当ね、家でこうやってね、焼いて食べるのすっごい久しぶり。わ、骨すげえな。あー、ちょっと待って、骨が中の方にも骨入ってると思わなかったから、この辺まで骨ついちゃって、よいしょ、これも骨かな、よいしょ、あ、ちょっとティッシュ、こうですね。改めて鮭ね、コンビニのおにぎりの鮭のおにぎりとかそのぐらいしかね、鮭食べてなかったんでね、しばらく。まともな鮭食べるの久しぶりで、いただきます。あ、うん、おいしい。これチリさんとかだったかな、ほどほど、これ油も乗ってて、そんなにしょっぱくない鮭ですね。うん、
まあ、ご飯欲しくなる。ご飯欲しくなるな。炊きたてのご飯でこれ食べたら美味しいでしょうね。うん。あ、美味しい。やっぱりお酒はね、濁り酒買ってきました。ちょっぱりのね、濁り酒、あの六花酒造さんね、青森県弘前市の弘前の地酒になりますね。いつもちょっぱいのね、普通の日本酒飲んでますけども、寒かったんでね、寒い時はね、濁り酒がいいかと思ってちょっぱりの濁り酒にしてみました。固形燃料出してあれ煮ながら食べてもよかったな。お肉豆腐ね、ちょっと寒いんでね、本当に。よいしょ。ではちょっぱりの濁り酒。鮭ね、これ朝ごはん食べるような鮭ですからね、普通の本当塩鮭になかなか日本酒合わせることもないと思うんですけども、いただきます。あ、うん、割と辛口のあの濁り酒になるのかな。甘、そんな甘ったるい感じでもないですよ。あ、うん、ちょっととろっとしてね、の味も濃いっていうか、うん、もう濁り酒の割にはやっぱりね、あのスキッとしてるんですよね、このちょっぱりの濁りだけ。うん、ではじゃあ次は野菜サラダね。野菜サラダ昨日結局全部食べきれなかったんで、残った分また持ってきました。で、利権さんの癖になるうま塩のドレッシング、これをちょっとかけてね。で、エバラさんの玉ねぎのタレ、これもちょろっとね、ちょろっとだけこのくらいかけてね、いただきたいと思います。よいしょ。じゃあトマトからいただきます。うん、うん、今日は生協さんのサラダチキンになめたけをね、また少し乗っけてきました。大丈夫かな。じゃサラダね、いただきます。うんうんうん、やっぱ4月に入ってからね、ダイエットぼちぼちね、あの始めまして、ダイエット晩酌とかダイエットタクノムとかってやってましたけども、2キロぐらいは落ちたんですけどもね、今2キロ落ちたところでちょっと停滞しててね、そっからちょっと今止まってて、なかなか落ちなくてね、うん、この停滞期をね、なんとか頑張って乗り越えれば、またストンとね、少し体重落ちるんじゃないかと思うんですけどもね、なかなか毎朝ね、体重測ってもね、落ちなかったり逆に増えたりとかしてるとね、ね、もういいやーなんてなると、そこで終わっちゃうんだよね、ダイエットね。なんとか、ね、頑張って続けないとね。うん、ね、体重ね、ダイエットなんてもう毎日毎日少しずつ少しずつ体重が落ちてくってわけじゃないですからね。うん、こう体重がこうちょっとずつこう上がって下がって上がって下がって上がって下がってって、だん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 こう右肩下がりに上がったり下がったりをちょっとこう繰り返しながら、だん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 こう平均的に落ちていくっていう感じになるんでね。なんでね、朝起きて昨日よりちょっと増えてるとかっていうこともあるんですけども、でもまあ大体ね、うん、
2キロぐらいは今落ちてきてるんでね。でここ何日か同じぐらいの体重がちょっと続いてて、うん、まあね、もうちょっとね頑張ればまた少し落ちてくれるんじゃないかと思うんですけどもね、うん。ではお次は肉豆腐いこうかな。で七味をちょっとかけてね、これもまたあの簡単にあの冷凍の牛丼の具使ってます。タレはね、タレってこのつゆね、肉豆腐のおつゆはあのなんだっけ、すき焼きのタレにお水入れて、まあ1対1ぐらいに入れて、でお豆腐と玉ねぎを煮込んで、でレンチンしたあの牛丼の具を上から乗せてるって感じですね。これはもう牛丼の具ですね、ほら冷凍のね、もうほんと簡単。せっかくなんでお肉とお豆腐と一緒に、あーちょっと足りそうなんで、これでね、いただきます。全然肉豆腐玉ねぎもいい感じに味が染みてる感じですね。よいしょ。美味しくできてる。ちょっとしょっぱかったらどうしようかなと思ったんですけども、味もちょうどいいぐらいですね。ではじゃあここでウイスキー飲もうかな。森の風香る、キリンさんのウイスキーオークマスターって書いてありますけどもね、富士御殿場蒸留所、あの富士山のね麓あたりに蒸留所あるんですよね。よいしょ。今富士山麓の高い方も売ってないんですかね、見かけないですけども、あのリクっていうウイスキーでしたっけ、あれも最近売ってますけどもね、一回飲みましたけどね、富士山麓高い方のやつはねずっと売ってたんですけども、その最近見なくなっちゃいましたね。じゃあちょっとね、あの森の風香る、キリンさんのウイスキーをいただきたいと思います。すごくね爽やかな感じの香りですよね、癖もそんななくて、軽いって言えば軽いですけども、飲みやすいって言えば飲みやすいかな。ではお次は鶏のつくねね、こちらセブンイレブンさんの大葉と軟骨入りジューシー鶏つくね、これで221キロカロリーになってますね。これあの他の方のあの晩酌動画見てたら、あの食べてる方いらっしゃいまして、私まだ食べたことなかったんでね、美味しそうだなと思ってね、ちょっと気にしてたんで、今日行ったら売ってたんでね買ってきました。ちょっとずつね、あの小分けにしてセブンイレブンさんのおつまみを買ってきたんですけども、明日もね、あの他のおつまみとセブンイレブンさんのおつまみと組み合わせてねいただいていこうかななんて思ってます。あ、これ七味かけた方が美味しいかな。よいしょ。これでもすごいですよ、こんなつくね見たことないですね。じゃあちょっと七味かけて、これあれでしょうね、きっと卵の黄身を絡ませて食べたらもっとうまいんだと思うんですよね。時々こう居酒屋さん行くとね、つくね頼むと卵の黄身が一緒についてきて、あの卵の黄身をこう絡めながら食べてくださいなんていうね居酒屋さんもありますよね。多分ね
このつくねもね、卵の黄身を絡ませて食べた方がね美味しいと思うんだけども、ちょっとねあのカロリーがね食べ過ぎになっちゃうんで今日は我慢してね、もしねダイエットうまくいったらね卵の黄身に絡ませて食べてみたいなと思いますけど、こんな感じですね。これちょっとなんだろう、炭火焼きかなんかっぽい感じなのかな、どうなんでしょう。その辺は何も書いてないか、その辺は特に何も書いてないですけどもね。じゃちょっと割ってみようかな、中どんな感じになってるのかね。よいしょよいしょ、おー、ああーこういう感じですね。このちょっとこう緑っぽいのがこれあの青じそでしょうね。あ、青じそもねちゃんと持ってきたんですよ。わかもうね、このね 青じそね、あーピントが来ねえな、ピント先輩、あー来ましたねピント先輩。ちゃんとねしそ彩りで持ってきたんで、しそと一緒に食べてみようかな。これこんな感じですね。でしそと一緒にね、青じそと一緒にいただきます。うん、うんうんうん、軟骨も結構入ってますね。うんうんうん、あ、青じその香りがすごいふわっとして爽やかで美味しい。もう一口ね、せっかくなんで食べてみたいと思います。うん、あ、ボリュームありますね。うんうんうん、軟骨が結構たくさん入ってますよ。こういうのってね、軟骨入りなんて書いてあっても入ってるのか入ってないのかよく分かんないやつとかあったりするんでね、結構ねしっかり軟骨のこうみじん切りにしたようなやつ入ってますよ。ね、軽くかき混ぜて、なにゃシュワシュワでちょっといきたいと思います。じゃあまだ鮭いこうかな。このちょっと待ってね、このね鮭の皮ね、これね、捨てないでね、ちゃんとこれ剥がして、これをまたね魚焼きグリルでねもう一回ねちょっとパリッと焼くとうまいんですよ。ちょっと今はねできないですけども、これねこのまま捨てちゃうのもったいないですからね、鮭の皮は。この皮とね身の間の脂がねあるんで、これがねこう魚焼きグリルでねパリッと焼くとね香ばしくてねうまいんですよ。うちの母の大好物でねこの鮭のこの皮焼いたやつね、私も好きだったんですけどもね、なかなか私のところまでに回ってこなくて、コラーゲンとかもあって美容にいいっつってうちの母がねもう毎回食べてたんで、なかなか私の口にね入んなかったんですけど、美味しいんですよ本当に。これね捨てるの本当もったいないですからね。じゃあ鮭食べて、うん、うん、冷めてきちゃってますけども美味しい。これ魚残しといても明日の朝ご飯炊いておにぎり作ってお昼のあれにしたいくらいな。美味しいなやっぱり。うんうんうん、はい、ではね鮭の皮ね
パリッパリに焼いてきました。こんな感じでね、魚焼きグリルでね、パリパリに焼いてきました。これがうまいんですよ。これがね、もう鮭の皮ね、捨てるのもったいないんでね、でいただきます。うまっ、パリッパリ、もう香ばしくてね、パリパリでほんとうまいんですよ。この辺ちょっと油ね乗ってるとこもあって、おいしい。日本酒、じょっぱりのね、濁り酒、これいただいて、日本酒にもよく合う。濁り酒にがっつりね合わせても美味しいっすよ。昔はね、青森のでも鮭って言ったらもう塩がね、粉吹いてるぐらいにね、もう白いね、塩が粉吹いてるぐらいしょっぱい、あの鮭っていうのが普通でしたけど、今そんなしょっぱいのが青森でもなかなか売ってないですもんね。じゃあまたね、ちょっぱり濁り酒合わせて、あのしょっぱいいっぱいね、あの鮭、辛口の鮭買ってきて、酒粕につけとくといいんですよ。しょっぱい酒買ってきて、酒粕につけて、まあ1日、まあ2日ぐらいつけとくのがいいかな。でそれをまた魚焼きグリルで焼くとね、あの酒粕の方にちょっと塩気がちょっと抜けてね、ちょうどいい塩梅で、さらに酒粕のこう風味がこうあってね、すっごいそれもうまいんですよ。もうね、日本酒によく合うんでね、それもまた久しぶりに食べたいですね。しょっぱい鮭、鮭も買ってこようかな。あ、まだ動画の尺がもうないな。今日は早く終わるなと思ってたら、また喋りすぎて動画の尺もうあんま残ってないんで、どうしよう。もう一回肉豆腐食べようかなと思ったんですけども、ちょっと動画の尺がもうないんで、今日はね、ここで動画の方はね締めさせていただいて、あとはね他の方の晩酌動画見るなりなんかしながら続きやっていきたいと思います。ではね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。なんだろうな、そんな喋ってるつもりなかったんですけどもね、お酒飲みだとよく喋るんで申し訳ないです。では今日のね晩酌動画の方はこの辺でね締めさせていただきたいと思います。